ハローエブリワン、レッツエンジョイジャバカ。さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。この YouTube ソロバンチャンネルではですね、皆様のおかげで YouTube 側から CM、広告をつけていただいております。まあ、微々なる金額ではあるんですけどね。ただ、ね、チリも積もれば山となるということで、それなりに溜まっていくわけです。溜まった金額に関してはですね、全国のソロバン残学賞している仲間たちにお配りしていきたいと思います。今回はですね、ゴリ先生のクオカードを作りましたんで、またそちらをちょっと配っていければなというふうに思っております。また興味がある方はぜひチャンネル登録、そういうような考えに賛同していただける方ももしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今日はリクエスト動画ですね、5級の掛け算ということでお話もらったんですけど、まあ結局やり方さえ覚えてしまえば桁が伸びて4級3級だろうが結局は使えるというところですね。今回はですね248×376 と 9012×58 の問題をやっていきましょうか。じゃあまず、向かって左側かけられる数を、ゴリ先生そろばんに置きますので、ここがですね、ここが定位点、ここが定位点1の位だとした場合に248と置きましょう。で、248かけられる数を置いたら指はすぐ右ですね、ここに置くんですね。ここの下、この辺りに指をこうやって置いておいてもらって、で、8×3、8×7、8×6 を、やります。13の場合は、桁の小さい方から、桁の小さい方から、これだったら 376×248 で考えて、1の位、4×6、4×7、8×6、8×7、8×3 か、という感じにやっていくと思うんですけど、まあ、掛け算は、後ろからかけても、前からかけても一緒なんで、筆算でやる場合、筆算でやるイメージだと、もう、この8を 8×300、8×70、8×6 をやっていくと。8×376、40×376、200×376。それを、足していけば当然答えが合いますよというようなやり方ですね。ですから筆算とちょっと、流れが変わるんで、そこら辺ぐらい。まあ、あとは、そんなに。で、指を右、問題、かけられる数248置いて、指をすぐ右にずらすんですけど、あとはもう足す位置なんですよ。足す位置。この、指が置いたところが、10の位。で、その右が1の位だと思ってくれれば、基本、あとはずっと1の位を足したところから下げる。1の位を足したところから下げるというふうにやっていけば、桁もずれないですしね。まあ、一回やっていきましょうか。じゃあ、指をずらしたら、指の左の、数字からかけていきますね。8×3 をやっていきますね。8、3、24。1の位足したところからまっすぐ下ろします。次、8×7 ですね。8、7、56、6、1の位足したところからまっすぐ下ろします。次、8、6、48ですね。これ繰り上がりますんで、48足しますよ。こう繰り上がりますからね。48と。で、終わりましたんで、8を消しますと。終わったところからまたまっすぐ下ろします。で、次は 4×3、4×7、4×6 をやっていきますよ。まあ、実際、40×3、40×7、40×6 という感じにはなるんですけどね。はい、じゃあ、資産、12。12なんで、指のところが10の位、1の位。足したところからまっすぐ下ろします。四七、28。28の1の位足したところはまっすぐ下ろします。四六、24。これ繰り上がりますからね。しっかりここら辺を間違えないように。で、終わったように消してまたまっすぐ下ろしていきます。次ですね。2×3、2×7、2×6 をやるんですけど、2、3が6。ここ気をつけてくださいね。よく間違えて、指のところは10の位だっていう話をしましたけど、ここに足しておくが結構多いです。2、3が6、1の位なんで、指の右ですよね。で、まあ、1の位足したところからまっすぐ下ろします。で、2×7、2、7、14。ここから10。で、4。4足せないときは6を引いてから10ですね。で、ここも、ここからまっすぐ下ろすんじゃなくて、足した1の位からまっすぐ下ろしますからね。で、2、6、12と。終わった2は消しますと。で、248。ここが定位点だったんで、0.01、0.1、かける数が1桁、2桁、3桁のときは、ここが1の位に変わりますからね。
答えは93,248ですね。で、もう一問やっていきます。次も結局やり方は全部一緒なんですね。かけられる数、向かって01、また定位点、ここ1のくらいだとしますよ。90,12を置きますね。で、問題を置いたら指はすぐ右。これもやり方は一緒なんですね、結局。で、指のすぐ左の 2×5、2×8 をやっていきます。これも全く一緒ですね。で、10なんで、1、0ですからね。しっかり1の位を足したところからまっすぐ下ろしますからね。1、0の0。まあ、0は足さないんですけど、1の位のところからまっすぐ下ろします。次は2、8、16ですね。で、これで2つともかけたんで、終わったには消します。消したらまたまっすぐ下ろしていきます。次は 1×5 ですね。インゴが5。ここに足しませんよ。ここが10の位ですからね。指がある、5ですよね。1の位、指がある、指のすぐ右ですね。インゴが5。まっすぐ下ろします。で、イン8が8。また8なんで、ここは、ここに足さないですよ。すぐ、指のすぐ右に1、8を足します。で、終わった1は消せますね。で、まっすぐ下ろします。ただ、ここ、見てください。指の左が0なんで、0は何かけても0ですから、もう計算しないんですね。指をずらしちゃいますね。要は、桁をずらすという感じですね。答えのね。で、今度は指の左が9なんで、9×5、9×5、45。まっすぐ下ろしていきます。72ですね。繰り上がりますからね。ここを気をつけてもらって、72と。はい。で、ここですね。ここが定位点だったんで、かける数が 0.01、0.1 の時。で、ここが1桁の時、2桁の時。ここが1の位に変わりますんで、52,2696と。こういう感じになりますね。まあ、5級、今回リクエスト5級の掛け算ということだったんですけども、結局これが4級になろうが、3級になろうが、まあ、片落としですからね、両落としではないんで、桁が増えてもですね、結局この、やり方で、ゴリ先生は教えてますかね。はい。で、また、もし、不明な点があるところはですね、ぜひまたメッセージもらえれば、動画作りたいと思いますので、よろしくお願いします。またこんな感じですね、リクエストがある方は、ぜひ、気兼ねなくですね、メッセージもらえれば、時間が空いた時に動画作りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。今回も最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。